はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら三菱ブースということで見ていきましょう。はい、これね、いきなりこれなんかスキー場みたいなジャンプ台みたいなところにあります。これ踏んでいいの、踏んでいいのかな、踏んでいいみたいですね。これアウトランダー PHV ということで、でハイブリッドモデルということで、まあ EV でもう走れるということで、ちょっと中の方を見てみましょう。お邪魔します。今日何回目でお邪魔します。はい、こんな感じね。メーターの方はねアナログで、センターが液晶ということで、まあこっちのねタコメーターの代わりにパワーゲージがあります。こんな感じなんやな、初めて乗った。でここスポーツボタン、シフトレバー、なんか変わったシフトレバーね。パーキングか。まあ、これで、充電するということで、まあ、ここでやるんですかね、って結構後ろにあるタイプと前にあるタイプとで分かれますよね。気になる荷台ですよね。 PHEV ということで、やっぱりバッテリーがどうしても後ろに、なるので、あ、やっぱここは傘高になるのかな。まあ、多分スチロール、あ、違う、収納、あ、結構収納できる。あ、これ電池、バッテリー、 100V 電源あります。こちらもね、なんか VR 体験ということで、やっぱりあの各社 VR ね、来年、まあ、5G ということで、結構 VR 体験できるコーナーが多いですね。三菱 e-tech コンセプトということで、これもうねオープンカーですね。いやー、これ EV なんですね。 EV でこういうデザインって初めてですね。でこちらが、K ワゴンコンセプトということで、いやマスクはだいぶね、派手な感じになってますね。でこちら EKX なんですね。まあちょっとクロスカントリー的な感じのデザインになってます。いいね。あ、結構リアがクーペっぽいデザインでいいですよね、ここ、かっこいい。で出ました、デリカ D5。 いや D5 ってね大きいですよね。まあ高級サロンっていう感じもしますよね。ちょっとお邪魔しますと。やっぱね、もうこのタッチパネルはね、もう当たり前の感じになってます。おお、これまたなんかかっちょええコンセプトか。 LED がね結構派手についてますよね。あの上の方の声だいぶ眩しい。でこちらね RVR ですね。 RVR もね、こういったデザインだったんですねすいません、何も知らなくて。後ろどんなデザインになってんのかな。 RVR ぐらいの大きさってね、やっぱ乗りやすいですよね。これぐらいが本命かなっていう感じがします。まあ、ちょっと下の方はガンダムチックというか、この辺のメッキは、このメッキはどうやろうな一番汚れるところにメッキ。まあ、ちょっとね内装だけ見させてもらいます。シートはね少し固めですかね。こちらがエクリプで、こちらがエクリプスクロスですね。うん、あ、かっこいいよ。RVR もいいと思ったんですけど、こっちの方がやっぱり高級感を感じますね。エクリプスクロス。すごい面白いですよね。ガラスがあって、またガラスみたいな。これちょっとリアウィングも、空力も考えられて作られてるんですかね、知らんけど。ここほら、こんな
はい、どうでしたかね、三菱ブース。やっぱりね、あの SUV が、いっぱい取り揃ってていいと思いました。これもね、PHEV ということで、どんどん先進的になっていきますよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで東京モーターショー2019三菱ブースでした。じゃあね、バイシュー。